めちゃめちゃ可愛くて混ぜて焼くだけの簡単で、作っていくよ。まずバターをレンチンして溶かしバターにしていくよ。で、次に国産レモンを使ってください。で、国産レモンの真ん中部分を薄く切っていくんだけど、両端切ったら切りづらいから片方だけ切ってからちょっと薄く切っていってね。バターが溶けたらオーブンを180度に予熱して、ボウルの中にバターを入れて、卵はね、溶いておくのさ。で、卵を入れてミックスイテギャダするでしょ。で、ホットケーキミックスも入れて、さらにミックスイテギャダして、お砂糖を入れて、またさらに。ミックスイテギャダするの。でしっかり混ぜたら牛乳大さじ1加えてでそうミックスイテギャダしたけど、いや声気持ち悪すぎてやばい、全然寝起きじゃないんだけど。で全部混ぜ合わさったらレモンの端切れをねギューって絞るとさ、ポポちゃんギューって。で滑らかになるまで混ぜたら15センチのケーキ型を用意して、デカめのクッキングシートをぐしゃぐしゃってやってね、型の中に入れるのさ。で生地を入れてちょっとなじませるのね。でこの上にさっき切った薄切りにしたレモンをトッピングするのさ。レモンは好きなようにトッピングしてて、ちょっと待って、もうこの時点でめちゃめちゃ可愛くない？激かもなんですけどね。余熱中はオーブンで30分ぐらい焼いていくのさ。で粗熱を取って切っていきます。混ぜて焼くだけだから簡単でしょね。はい、ってことでできました。可愛い子ちゃん、何見た目も可愛いし簡単でしょ。たまにさ、真似して作ったら失敗したんだけどってコメントをいただくんだけど、よく聞いたらレシピ通りに作ってないの、なぜなぜじゃなくて、もうそれはさすがに知らねえ、もう知らねえよ美味しかったからみんなも作ってみてね。じゃあねー。